はい、FM 流振動 DJ ぬるしんです。だいぶね、もう春めいてきまして、今日本日4月10日なんですけれども、もう桜もですね、先日またね、雨が降ってきて、風が吹いてっていうことで結構桜の方も散ってきてしまっていて、まあ、地面の方にね、たくさんの花びらが、桜のね、花びらが待っておりますよ。で、まあ、毎年思うんですけど、大体この春先の桜の咲く時期にですね、雨が降るんですよね。で、今年でいうと、この土日に狙ってきてね、お花見をこう楽しみにしているたくさんの方にですね、残念な思いをさせてしまったんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあまあ、天気っていうのはね、人間の気持ちとは関係なく動くので、まあ、こればっかりは仕方がないんですけれども、まあ、だいぶまあ、桜が散ってきた時期と、まあ、重なってきてですね、だいぶこう気候的にも春めいてきたかなというふうに思います。で、僕もですね、だいぶ花粉症の症状が良くなってきまして、あんまりもうほとんど今鼻水とかそういうのはあんまりもう ほぼないですね。ただちょっとこうね、目のかゆみみたいなのとか、あとまあ個人のね差があるんでしょうけど、僕結構目やにがね出てくるんですよ、この花粉の時期って。で、一日何回もね顔洗わないとね、その目の横に目やにの跡がついてしまったりして、かなりねかっこ悪い感じになっちゃうんですよ。だから気がつかないうちに、しかもその目やにができてたりするんで、結構まめに鏡見たりして、もうちょっと今ついてるとかがね思いながら何回もね一日顔洗ったりするんですけども、それがね花粉症過ぎた後もまだね鼻の症状ですか、鼻の症状が終わった後もまだ続くんですよね。これがなんかね結構人体の不思議だなと思うんですけども、まあそれぞれの、体のパーツによってね症状が異なるってことなんでしょうけれども、まあ、この放送が放送されている頃って、もしかしたらもうゴールデンウィークになっているのかな、ゴールデンウィーク過ぎてるかもしれないですけども、皆さん、ゴールデンウィークはどんな予定をお過ごしでしょうか。はい。まあね、いろいろなゴールデンウィークの過ごし方あると思いますけれどもね。僕はこの時期はですね、おそらく横浜のバンカートっていうところにスタジオで入居しているので、日付でいうと今日からね、4月の10日の今日から入居開始日なんですよ。だからちょっとね荷物とかを急いで運ばないといけないんですけど、結構いろいろなね忙しさに追われてて、まだ荷物も運べていない状況なので、まあ今日か明日かちょっとわからないですけど、まあ荷物をね運びたいと思います。はい。で、それからね、横浜での制作活動創作活動始まるわけですけれども、まあこの横浜の生活に関してどれだけデジオではお話しできるかっていうのはちょっとわからないですけれども、まあ話できたらいいなとは思ってます。まあ、だいぶだから今5月の前半分撮ってるんで、だいぶ後になると思いますけどね、お話しするのが結構これ面白いなと思って、このタイムラグ感が今出てるのが結構面白いなと思いながらやってるんですけど、だから結構あえてですね、今収録しているのがあえてやってます。この未来の自分に向かってメッセージを送るみたいな感じでね、はい、あえてやっておりますよ。だから結構ねこれはやってて面白いです。ちょっとこれはね今までの FM 流振動ではなかった感じですよね。とにかく未来に向かって前のめりに話し続けていくっていうね。で、まあいろいろちょっとネガティブになってしまうことも僕の心の中であるんですけども、やっぱり心の中がネガティブになってしまった時にはですね、ネガティブになればネガティブになるほど心の中の世界においてはポジティブな考え方にこう反転するような、自分のネガティブなところをポジティブに変換するようなね考え方で臨みたいなと思ってます。はい、まあそんなような形で、横浜のバンカーとの生活始まってると思いますけれどもね、いろいろこれからが大変なんで、だいぶこの収録の頻度とか更新の頻度は下がってきてしまうかもしれないですけど、まあこれがねだいたい最近のデフォルトなので、今までがちょっとデジをやりすぎたというかね、まあ、意識的にね、11周年記念のその特別企画ということで連続でやってたんですけれども、まあ、これからだんだんとね、更新のペースも、まあ、以前のように遅く少しずつ伸びていくと思います。まあ、そんな形で、まあ、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。